好きになったものを嫌いになるっていう、例えば今俺はスーパーカーがね、もう飽きたよ。フェラーリが嫌い。本当は好きなんだよ。でも嫌い。これ分かる？こういうの。売ってくれないの、フェラーリ、俺に。なんでだと思う？車って面白くて、フェラーリって特に面白いんだけど、この10年間、全部買ってる人が30人ぐらいいるんですよ。東京のコンズにね。その人たちには売るんだよ。30人ぐらいいんだって。全部買ってる人だよ。出れば全部買うの。でもね、新しい車15台しか入んないんだって。そうすると売ってくんないよね、俺なんかさ。俺だって20年間車乗ってなかったわけだから、最近俺はポットでだからさ。フェラーリがダメなところは、売る人を選ばないよね。金持ちは誰でも売っちゃうみたいな。あれダメだと思うよ、俺。だから、ブランディングとしては俺は最低だと思うね。いや、好きだよ。だからこういうの好きになったことを嫌いになるっていうのはこういう時だよね。大好きだけど大嫌いみたいなのない、みんな。あるでしょ。53位ってこれ、ベンツのこと？メルセデス・ベンツに興味ありますか？なんかエピソードあれば教えてください。ベンツは S クラスを昔買って、で、オーバーフェンダーにして、全部オールペンでパールホワイトにして、めっちゃかっこよかったよ。その時からだけど、その前に買ってんのは 190E の2.3だっけな。ドイツのレースやってた車でね。最近だと俺が欲しいのは、買えないんだけど、売ってれば買うけど、ブラバスのロケット900ってあるんですよ。これが欲しいのね。でもね、売ってないんだよ。世界中探してんだけど、ロケット900が欲しいです。ロケット900はゲレンデじゃなくて、フォードアの、あるんですよ。なんて言うんだ、今ね、ベンツあんまよくわかんないんだよね。ブラバスのロケット900にすごく興味があって、いろんな人に言ってんだけど、来ないね、話が。